おっとろっとトラダーゼということで、まあ1年ぶり約2年ぶりのおっとろっとトラダーゼ、まあおっとろっと夏ダーゼにかけてるんですけども、もう最近暑いということで、7月の更年期紹介をやっていこうかなと思います。はい、7月はね結構忙しかった。なんか何気にいろいろ、まあ久しぶりにアパレルだったりの生産も含めて、まあいろいろ動いたりとかしてねえ、まあもう3ヶ月先ぐらいまででもいろいろ考えたりとかもしてるので、まあそこは安心なんですけども、まあね、まあ久しぶりに販売したということで、まあぼちぼちかな、うん、まあ売れていただいて、買ってくれた人本当にありがとうございます。そしてついでにね、このね、T シャツの黒とカーキがあるんですけど、L がもう売り切れだったんですよ。んで、まあ、ポップアップをね、夏大規模にやろうと思ってた分のやつの在庫を履けてたんですけど、まあ、生産できないこともあったりとかしたので、まあ、それがなくなっちゃったから、一応ね、来月、ポップアップはするんですけど、まあ、それは基本的にね、また秋物とか新しいものメインになってくるとは思うので、今、ウェブの方に在庫出してますので、ぜひ、このカーキと黒の L サイズ欲しかった、売り切れだった、みたいなのとか、黒の WXL は売れちゃったんですけど、またカーキが WXL だと2個だけ残ってるので、もうそれがなくなればもう終わりなので、ぜひそちらの方も、事前にね、よろしくお願いします。ということで、早速、購入品紹介、行ってみよう !Who are you?Who are you? はい、ということで、まずキャップから紹介しようかなと思います。まあ、ニューラですね。ザキャップ限定のやつがこっちで、普通のところでも売ってたのこっちですね。マリナーズのやつとダイヤモンドワックスかな、となってるんですけど、まあ、単純に、まあ、チームというよりも色で買ったっていう。はい、感じとなっております。値段はどっちも6000円ぐらいなので、もちろん安いんですけども、まあ真夏っていうとね、やっぱりこう、僕もニット帽作ってずっと被ってるんですけど、さすがにあれは暑いんで、まあなので、まあ久しぶりにキャップ買ったかなという感じですね。まあニューエラも、そうですね、去年全く被んなかったかな。あ、車ハードのキャップ被ることが多かったんですけども、なんかね、またいいかなと思って、まあ買って、まあちょっとボロくなったら捨てるぐらいの、まあ価格帯なので、まあそれぐらいの使い方で、個人的にはいいかなと思います。だからそのサイドのやつにこう貼り付けたりとか汗染みしないようにとかは、全く僕はね、めんどくさいんで、まあしてないかなという感じですね。まあ髪型がね、今前髪の方は結構伸ばしてて、後ろは刈り上げてるんですよ、久しぶりに。っていうのもあって、まあセットするのめんどくさいじゃないですか。去年は確かね、この時期、クソ単発だったんですけど、っていうのもあって、まあ、セットして、そのままってとこ、時がまあ多かったのかなっていうのがあったんですけども、まあ、それ隠すというか、それごまかすっていうのでも、はい、キャップはまあ便利かなと。買った香水を紹介しようかなと思います。それはロイブとなっておりますね。まあ、前からね、動画見てる人はどういう香水使ってるか知ってる人もいると思うんですけれども、まあ、最近はずっとルイ・ヴィトンの香水を使うことが多くて、っていうのも、ルイ・ヴィトンの香水ほんとなんか、ね、他のとこにはなさそうな香りであったりで、まあ、匂い持ちがいいやつが多かったので、まあ、ずっとね、使ってたんですけども、その間には、バイレードだったりとか、まあ、エルメスだったりとかも、まあ、もちろん持ってたんですけども、まあ、なぜロイヴを買ったかというとですね、まあ、僕が好きな、アイドルがいまして、まあ、エスパの、ジゼルっていうね、まあ、エリちゃん、僕がずっと最近エリちゃんっていうのは、まあ、その方なんですけども、その方が今、アンバサダーになってまして、ロエベの。っていうことで、僕も、ロエベ買うしかないなっていうので、この前、百貨店でね、購入したんですけども、まあ、ロエベもね、まあ、女性が好きそうな香りが多いような、感じはしたんですが、まあ、メンズっぽい香水ももちろんあるんですけど、まあ、この僕が買ったやつは多分このドロップってやつかな、ってやつになっててですね、やっぱね、好きな匂いって、やっぱ似てくるから、結局ね、もう一回改めて嗅いでみると、前に持ってたやつに匂い似てたなとも、思ったりもしたんですけども、やっぱりこう、ちょっと、柑橘系っぽい感じで甘い感じ、ちょっとだけ、ほどよく甘いぐらい、ちょびっとだけ甘いみたいな感じなんですけど、それ系の香りってすぐ消えるんですよ、基本的に。けどこれオードパルフォームになってるので、まあ匂い持ちが良くてっていうので、ここにしました。これ50ミリで買ったんですけど、2万円ぐらいするので、まぁ、ちょっと高いですね。まぁ、もしかしたら、ウェブとかで検索したら、まぁ、100円で買ってるんで、めちゃめちゃ高いんですけど、もうちょっと安く買えるかもしれないので、でも結構この匂いね、お気に入りですし、入れ物もこうやってね、可愛かったりとかするので、まぁ、ぜひね、まあ、僕の真似して買ってる人とかもいるので、まぁ、参考にしていただけたらなと、思っております。次はまぁ、アパレルなんですけども、まぁ、よくやっぱり夏に聞かれるのが、おすすめの T シャツを教えてください。トラさん何着てますか?って言われるんだけど、まあ TikTok とかでは特に。まあ YouTube の人はわかると思うんですけど、俺マジで自分の作った T シャツしか着てない。基本的に、無地はね。絶対基本的に無地は、そういうなんかユニクロとかでも買わないし、
自分で作ったやつが、今まで、すごい数あるじゃないですか。まあ、最強無事 T とかも、あれも、残り数枚しかなくなったんですけど、とか、これもそうだし、これも、言えば140枚ぐらい作っても、あと20枚ぐらいしかないんで、20枚、30枚ぐらいかな。その、この前弾いてた分。そして、去年作ってた、染めの T シャツとかね。とかも、まあ、各、もちろん1、2枚ずつは全部持ってますし、まあ、染めに関しては、1週間分くらい持ってるんですよ。なので、昔めちゃめちゃでかく WXL 着てたこともあったんですけど、あれとかはもう、寝巻きにしてて、普段着るやつは、普通に XL サイズ着てたりとかするんですけど、まあ、そんな感じでね、まあ、無地 T はもちろん困らないし、で、他の、例えばデザイン入った T シャツだと、まあ、ヴィンテージを着ることが多いんですけど、まあ、ヴィンティとかもまた流行ってきたりとかしてるんですけど、その露骨に高いのとかはもう全部売っちゃってて、まあ、ちょっとマイナーなやつだったりとかを、まあ、今着ることが多いので、まあ、そんなに言うても、その毎月 T シャツばっかり買うほど、なんていうの、T シャツに困ってるわけでもないし、まあ、それなりに持ってるんでね。売ってるんだったら本当に、まあ、アクセサリーぐらいかな、欲しいの。っていうので、まあ今クロムもめちゃめちゃ高くなってるから、まあ数年前から僕ガボールだったりとかでオーダーで作ったりとかもしてるから、本当にね、欲しいものがあんまなくて。ね、そういえばこれ紹介するの忘れてた。ガンダだったなっていうブランドの、まあブレスレットアート買ったぐらい、最近だったらアクセサリー。これ1万円ぐらいなんですけど、まあテイスト的にはちょっとロックっぽいような、まあテイストなんですけども、まあなんかこう、シンプルだけでいいなと思って、ちょっと前に買ったかなっていうぐらい。で、アパレルにまた入っていくと、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、これですね。シュプリームのやつなんですけど、昔ね、2014SS とかだったと思うんですけど、まあ、ポジットとかと出たんですよ。で、最初ね、ベルサーチみたいな柄だな、みたいなので、まあ、当時僕欲しかったんですけども、偽物があったりとかして、なかなか買わなかったりとかして、まあ時が流れて、まあ数年前から欲しいなって思ってたけど、なかなか綺麗なので、まあなんだろう、値段的にちょうどいいのがなかったんですけど、この前リセールでね、ちょうど売り出されてたので、まあすぐ買いました。なので値段も3万円ぐらいですかね、購入してですね。まあこれに本当に無地 T 着てることが、最近は多いかなと思いますね。こういうまあ派手なパンツ履くときとかは、な、上は無地 T 自分が作ったやつとかこれとか、こういうことを着るのが多いですね。で、まあアクセサリーつけるぐらいでちょうどいいかなっていう。あとは、これも、ステューシーの、2010年ぐらいのまだ新しいやつなんですけど、はい、ハーパン。まあ夏はもうほぼハーパン履いてますね。ロンパンも、暑くて履けなくないですか？俺マジでデニム履いてる人とかすげえなって思うんですけど、もうね、もうおしゃれどうのこうの、もうどうでもいいです。はい。なので、ハーパンにしてますね。で、まあ、1年ぐらい前から、膝下も脱毛してるので、もう毛も生えないというね、もう万全の体勢をとってるので、まあ最近またね、脱毛に関しても聞かれることはあるんですけど、まあ、膝下はね、まあ後回ししてもいいかもしれないけど、マジで髭はね、楽だし肌きれいになるので、何回も言いますけど、若いうちにやった方がいいと思います。ということで、これ2つで4万円ぐらいかな。で、最近買ったスニーカー紹介して、もう最後になるかなと思います。ですね。まあ意外と思われるかもしれないんですけども、まあクロックスも今、メガクラッシュみたいな一番ごついやつが流行ってるんですけど、僕はそれのもう一個ちっちゃいやつになってて、で、僕が買ったのは1万4000円ぐらいのこのパーツがいっぱい付いてるやつを買ったんですけども、それがセールになって9000円で、これの定価も8500、9000円ぐらいなんですよ。で、値段変わんなかったから、まあ、いらないパーツ外せばいいやっていうので外して、まあ、キセイングのこのシビッツを付けてるっていう感じですね。はい。で、履き心地としては、まあ、長時間歩くと確かにちょっと擦れて痛かったりとかもする部分はあるんですけど、まあ、割かし、はい、履きやすい方なのかな。あとは、まあ、ライブだったりとかに最近めちゃめちゃ行くことが、まあ、増えたこともあって、まあ、履いてたらね、ちょっとこう、目線的にも高くなるじゃないですか。まあ、言えば、スタンドとかだったらさ、こう段になってるけど、アリーナとかだったら、まあ、見にくかったりとかする時とかもあるので、まあ、そういった時用に、まあ、履くっていうのでも、まあ、買った、ストイックになっております。はい。まあ、なので、まあ、ぜひね。まあ、全然これだったら OK ですし、もう一個のやつは、試しに履いてみたんですけど、あれは俺的には長く履けないなと思ったので、はい。ちょっと気になってる人とかは、まあ、これ買うのいいんじゃないかなと思います。今日は、サロモンのスニーカーですね。まあ、靴もね、もう買わなくてもいいんですけど、この前、それこそ、
前紹介したサロモンの、チード石物のやつね。先月ぐらい、あれを買おうと思ってたんですよ。3万3000ぐらい。まあ、ちょっと高いじゃないですか。で、たまたまグレートのセール見てたら、俺が2万3000ぐらいまで下がってて、これも前紹介したことあるんですよ。ね。まあ、白とか黒の靴はもちろん持ってるんですけど、普段こう着る洋服の色味的にも、そこに白持ってくると浮くことが多かったりとか、まあ、それこそ黒、カーキ、で、いきなり白とか持ってくると、なんか浮く。でもこれだと、意外と馴染むので、あ、そういう時にいいなっていうので購入しましたね。で、これも靴紐をね、こう、縛って、ここの中に入れるシステムだったりとか、で、履き心地もめちゃめちゃいいので、まだ、その外では履いてないんですけど、試し履きした時とか全然足疲れなそうなので、はい。今後は履いていこうかなと。持ってますね。まあ、ゴアテックスとかのやつとかもね、あれみたいなんで、ゴアのやつも欲しいなとも思ったんですけど、まあ、そういえば、アシックスとかでも持ってたりとかして、あれは、まだ未だに履いてたりとかするんですけどね、あれはグレーだったりとかするので、たまにね、合わせにくい時とかがあったりとかするので、まあ、はい、そのタイミングで買おうかなと思います。まあ、2万3000ぐらいで買ったら、全然いいのかなと。まあ、15% にね、さらになってたりとかする時もあったんですけども、その前にね、売り切れたらやだなってんので、購入したやつになります。まあ、実際に、まあ、サロモンとかね、アシックスの流れとかも、それこそメグさんのね、動画でね、今後これが流行りますっていうので、話してたとは思うんですけども、今ほんとね、まあ、日本はそこ、まあ、日本でも流行ってるとはもちろん思うんですけども、韓国とか行くと本当にアシックスとかサロモンばっかりで、ナイキとか履いてる人ほとんど、まあ、見ないんですけど、まあ、本当にね、女性とかでもサロモン履いてる人が多いぐらいなので、まあ、この機会にね、セールとかで買うのいいんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんも、チェックしてみてくださいということで、最後に、この前ね、ルセラとエスパのコンサート2日間連続で、まあ、行ってきたんですけど、これも一応購入品紹介です。はい、可愛かったですってことで、今日の動画は、約まあ10万円ぐらいですかね、の購入品紹介になりましたということで、バーイ。